エコです。ゆらりです。ピンクラテピービー始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は SNS のプロフィールの文字を可愛くする方法です。イエーイ。はい、まず皆さん見て気づくと思うんですか。でででで、ご覧ください。新しくなりました。花束がこう、なんだ高級感が革みたいなツルツルとした生地で、はい、あと背景ですね。背景前はパーティー感のあふれるキラキラだったんですけど、今は落ち着いたお嬢様感のあるピンクで、はい、なりました。ピンクラ TV は1周年を迎えましたので、気持ちも新たにとリフォームをピティさんにしていただきました。ありがとうございます。早速ちょっと紹介していきますね。せーの、どうぞ。じゃあまずこの文字を可愛くするのに使うサイトを紹介します。プレインスタイルというサイトから文字を可愛くすることができます。 Android でも誰でもできます。そうですね、いろんな機種でできますね。ピンクラテのここのプロフィールの文字を可愛くしていきます。はい、皆さんこれ見てくれてますか。ビフォーです。公式のインスタグラムフォローしてね。ここの文字のところを可愛くしていきます。まずインスタのプロフィールの文字をコピーしてメモのところに。はい、じゃあまず1行ずつ私たちはやっていきます。でれれ、あ、でれれオッケーオッケーオッケー。洗濯ってしまだちょっと扱いに慣れてなくて、あんまりコピーコピー、はい、プレインスタイルを開いてここに文字をペーストします。ペースト、はい、こう出てきました。したらどうしよう、なんか好きなのある。かわいいですねこれ。待って急に文字が英語と数字が反応して、漢字カタカナひらがなは反応しないみたいですね。わかりにくい。これなんて書いてあるみたいな。この可愛いしね、斜めのやつなんて書いてあるの。もうわかんない、連携がなくなってくるよね。あ、これ可愛い。一行目これしますね。これをコピーしますね。おー、かわいい。これでまずできました、1行目、はい、2行目やっていきましょう。これですね、同じような手順で、はい、これでした。そうだね、文字一体変えた方がいいかも。なんか YouTube っぽくない？ YouTube っぽい。なんか最近エコちゃん本当面白い。どうした、かわいい、おしゃれだね。これにしようか。はい、じゃあこれにしました。はいはい。じゃあまずコピーします。これをコピー、はい、またメモに移します。メモにペースト。おお、結構おしゃれじゃない。なんか次ちょっとスポーティーな感じにしても可愛いかも。3行目をやっていきます。はい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 、あ、待って、これ全部何でも反応しないですね。漢字だけだったので4行目に行きます。漢字ひらがなカタカナとかは反応しないので、読めない。え、待って、何これ希望みたいだね。これはまあまだ読める。あ、でもなんかおしゃれですね。今時な感じの時代っていうんですか、うん、がいっぱいあってとても好きです、私も。うん、可愛いと思う。ちょっと綺麗系のやつ、これにします。はい、4行目できました。じゃあ次5行目に移っていきます。5行目も漢字とひらがなだったのでやめときます。やめときますやめときます。で、なんでこれずれてるんだろう。ペースト。あれ？5行目は漢字とひらがなだけだったので字体が変えれないのでちょっと飛ばします。下のハッシュタグをやっていきます。ペットの選択。ああ違うそういう全てじゃない。え、あ、カットしちゃったダメだ、ちょっとダメだ、ちょっと不器用さが出ちゃう、恥ずかしい。
iPhone デビューしたばっかりで、そうなんですよ、私最近 iPhone デビューしたばっかりでまだ慣れてないそうです、そう、ちょっと自分で使い慣れてるかなとか思ってたら全然そんなことなかったです、じゃあ皆さんごめんなさい、許してください。ねえ、どうしたんですか。いや、私がちょっとあれですよ、不器用なもんで。はい、じゃあこれコピーしましょうね。洗濯よし、はい。ハッシュタグってそれでも聞くのかな。え、嘘、そんなしない。YouTube チャンネルはこちら。じゃあ、はい、コピーしたのでこっちに移っていきます。はい、テスト迷うぞ、これは。なにこれ、え、どういう感じがいいかな。なんかずっと四角形が多いから。そうだよね、さっき四角だったよね、囲いが。便利します。これをまたコピーしてテスト。おお、これを全部コピーしてインスタのプロフィールのところに貼っ付けます。じゃあこれは消していいってこと？消した。お、ん、え、あれ、さっきコピーしたよね。おー、できたー、パチパチパチ。いや、なんかおしゃれ。あ、マイナス9時間、あと8文字消さなきゃいけなくなっちゃいました。あ、これやっぱあれだ、ハッシュタグ反応してない。ハッシュタグ消しますか。はい、できました。いっ、できた。じゃあ更新します。完成版は皆さんインスタを見てくださいね。フォローして見てください。こちらに更新されたプロフィールの画面が出てます。いっ、どうですか皆さん、可愛くないですか。これ可愛いですよね。なんか私的には一番上の文字とか好きかな。皆さん塗ってみてください。結構簡単にできます。でも一行一行変えたいなら結構地道な作業が必要かもしれないです。まとめてなら簡単に一回で終わると思う。なんかやってみて、やってみたいなって。あ、自分のところも LINE とかでも使えそうだよね、うん、名前とか何ステータスメッセージのところとかでも参考にぜひしてください。ください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。